久保さん今回萩原健太郎にしましょうかお金がないね僕ね衝撃的でしたね一番面白かったドラマの中の5本の指にはまあ間違いなく入りますねすげえ印象が深かったですねあとね僕はあの「マネーは浮世次第」っていう株のやつも面白かったんですねだから「マネーはなんとか次第」っていう浮世次第っていうそのトレードのやつなんですけどまあ時の七瀬さんがやってるやつかな そうあれもうマネーはマネーは浮世次第,浮世次第ドラマなんだっけなビッグマネーあビッグマネーなんとかな株次第かこれちょっとな読めないけどビッグマネー浮世の沙汰は株次第これめちゃめちゃ面白かったですね2002年なんで20年前ですね20年前ですね うん、これも面白かったっすね。うん。まあ、萩原健太郎さんはね、あの、すごい僕、印象深かったですね、あれはね。うん。まあ、単純にお金がないよりあった方がいいっすよね。だから僕もあのシーン覚えてますよ。その、なんかね、ゲームボーイ見てね、こうバーンって割ってね、なんかやあ盗むみたいな。いや、僕もね、しょあの、 小さい頃そんな感じだったんで、やっぱ、まあ僕の場合はミニ四駆盗みましたね。友達のミニ四駆盗んで、あの、なんかね、うち買えなかったからミニ四駆盗みました。で、バレて、母ちゃんと一緒に、あの、土下座して謝りに行って、めちゃめちゃ、あの、あの、なんだ、ボロクス言われましたけど、<laughs> 親にね。 そうやっぱ羨ましいですよねなんか友達に聞いてウィーみたいなねうちお金がないから買えないっつって、うん、まあうちおうち人は人みたいな話だよね、うん、でもまあ今思うと、まあ、お金がなかったから金持ちになりたいなっていうのはすごくあったんでもしまあ僕の家が何だろうなすごく裕福だったら今こんな生活してないかもしれないですね うんなんかやっぱ一旗あげてやろうみたいなねなんかその成功してやるみたいななんかそういう漠然と、まあ、何でね中学校の時とか小学校の時とかねそんなネットもなかったですからねあれでしたけど今思うとそういうものがあったから今があるのかなっていうのは思えるような人生になりましたよね。うーん でもなんかお金を稼いでこう自由にこうできるようになると思うことがまあお金も大切なんだけども僕一番大切なのはなんか熱中できるものがあるかないかっていうのはね結構大事なんじゃないかなと思うんですねうーんなんかまあお金があるといろんなものは買えるんだけどもなんか結局買って終わりなんですよねうんそうだから あの、チャリンコそう。久保さん、30万のチャリンコ乗ったけど、買いましたけど、全然乗ってないですね、そイキュあの <laughs>、30万のチャリンマジで全然使ってないですね。ちょっと乗らないとな <laughs>。最初乗ってたんですけどね。そう。だから、でもなんか、買えるけども、結局買っても、 なんかね、心の隙間が埋められないというかね、あの笑うセールスマンじゃないですけど、あの選択はたくさん増えて、いろんなものを買えるようになったけども、心は埋められないっていうね、まあ、これは言ってみれば分かると思います。うんその満たされないんですよ、あんまり、そのも,ものを買ったとしても。うんまあ、いっはあるんですよ、もちろん、一時だけなんですよ、結局。 でやっぱ僕はそのビジネスやっててよかったなと思うのがやっぱビジネスが面白いというか、まあ、こう動画を撮ったりするのが面白いので、まあ、その何か一つあ,あってよかったなと思いますね。こう動画も撮るみたいな何かそのこう伝えていく何かをこう伝えていくサポートしていくっていう何かそういうのがなかったらそういうのがなくてお金だけあったら結構、まあ、僕のね弟子の子で億万長者になった子が何回か鹿児島に遊びに来たんですけど彼はもう 心に穴が開いちゃったみたいな感じで言ってましたよね。もうやることがないから。もう現金で3億ぐらいあるんですよ。<laughs> 3億。現金でね。キャッシュで。キャッシュで3億ですよ、久保さん。そう。で、なんか、とりあえずやることないから、まあ、本読んだりしてます、みたいな。<laughs> うんだから、なんかセミ逆になんか、そのセ、セミナーちょっと行ってみたりとか、なんか、 ちょっと勉強してみたりとか、なんか、なんかやってるとか言ってましたけど、やっぱ開いちゃいますよね。なんか熱中できるものはないと。うん。本当まあ YouTube の、僕はもう YouTube ありがとうって感じですね。うん。これ動画撮るっていうのは本当に、あの、よかったです。うん。うはい。いってらっしゃい。